この度必死のパッチ内にて私留吉の一部不適切な発言によりその言葉を投げかけてしまった方、そして収録させていただいておりますピールーツマンドレ様、いつもお世話になっている皆様、そしてこの番組をいつも楽しみにしていただいている視聴者の皆様に大変不快な思いをさせてしまい、そしてご迷惑をおかけしましたことを深く反省しております。この度は本当に申し訳ございませんでした。この仕事をしている者として、人として、決定的な何かが欠如していたのかなと、今非常に情けなく思っております。このようなことをした上で厚かましいとは重々承知しておりますが、今後こういうことが起きないようにスタッフ一同、そして私留吉努めてまいりますので、今一度温かい目で見守っていただけたらなと思っております。この度は本当に申し訳ございませんでした。3月29日に東京に引っ越したんですけども、4月12日現在、新居にまだ2泊しかできてません。必死のパッチ。角や角、角、角、角。角や角。角が取りやすいでしょ。これいったんちゃう。さすがに、ほら。わっしょい。はい、143回。よし、やりました。682ゲーム、はい、持ち金がね、残り2000円でしたね。危なかった。あるぞ、あるぞ、高大寺。ほら、じゃあ高大寺なん、あ、これね、ちょっと待って、なんでやねん、なんでやねん、おい。93枚。そして2つです。見るまでもない。あれ、なんかおかしないですかね。え、でベルデの特訓なんで、これ今日初めて天国行ってたってことですね。いきますよ、当てよう。バダラ処理術。え、珍しいの行ったから結構かな思ったら、すごくスマートに行こうとしたんですけどダメでしたね。あら、天国でしたね。頼むわ、頼むわ、これで、これで頼む。あ、バドミントン。そして多分あれ3つぐらいですね。ベル
こんかいって。あ、やった。決めよう、これで決めよう。できたらチェリー付きの方がいいですね。根性って。え、オスじゃなかった。特攻行くんかな。まだ分からんすね、まだ分からん。はい、入れます。今ただいま投資28本か。え、なになになに、めっちゃ強かった今。これまで大きくなりましたよ。これはいくでしょう。いったでしょう。対決には行きましたね。あ、特訓、いきなり特訓でしたね。237ゲーム特訓。あー、対決いっちゃった。よし、行きましょう。さあなー、これどうなんやろ。格上げとかあんのかな。どうなんでしょうね。行きましょう。あ、MVブラーな。おっとお互い今遠慮し合ってる感じで、ね、やりましたね、なんとか。はい、投資29本、いきましょう。いただきジャーニー、いただきジャーニー、いきましょう。早かった、早かった。うわ、めっちゃ嬉しい。さあ、こっからいきましょう。あの、今ディレクターがもうまさにほんまにあの息子を見るような優しい目で微笑んでた。いや、もうそうなんですよ。我々やっぱね、一緒パッチクルーはねチームですから、僕の大当たり、みんな嬉しい。スタッフさんの成功も僕も含めて全員が嬉しいっていう、そういう一連卓上のね、そういうチームなんですよ、一緒パッチ。今俺ら2人しかいないですけど。背景も緑になってるんでね、あの球のきっちり対決に発展させて、ベル行さん引いて当てたい。とりあえずいただきジャーニー中 あの対決をねものにしたいです、僕は。まあ、それせんと始まらないんで。あら、いいね、いいね。なんか気持ち稲妻が大きかった気しますね。はい、チャッピー、行きます。おー、相撲からバドミントンに発展と。あ、星オッズ、行きましょう。うーんって言いましたね。これチャンスなんですよ。うらしてくれ。倒せ倒せ倒せ。よっしゃ、色は色はどうや。赤や。80% やね。確定ではないけど乗せるね。めちゃくちゃ乗せる。ええな準備。よーしよし、まだ絶頂のやつや、絶頂の。よし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 。うわ、弱い。うわ、終わった。もう、うわ、終わってもうた。まあでもいいか、
3個乗ったんですか今。私計4個。え、計3個3か4やね。まあ、ええわ。よーしよしよしよし。やった。しかもまだ緑ですよ。あ、80% 確定ではないんや。まあ、今では 80% じゃなかった、多分。マジ大事故起きてくれ。まあ対決行くやろこんなで。対決バドミントン、いいですよいいですよ。違うやろ、ベルや。返せ。ガーモー。言うと復活ですね。復活。よし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 。また赤来へんかな、また赤来へんかな。いいですねいいですね。はい、完全勝利。何色？黄色。ループあってもおかしくない感じね。来た来た来た、ミサオの。やったー、もう一度来い。女やし、あるっちゃあるぞ。よし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 、これでこれで3個目か、初めのやつ入れて。弱いか。よっしゃ。あ、4つ目。うお、はい、5個目。結構大事、十分やろ、ここあるで。え、いろいろあるで、めっちゃ楽しいんやけど。ちょっとね、これ流れ的に倒せるっぽくないですか。あれ、まだ続いてた。6個目。これが男の。わのせ。7つ目。はい、やっつー。気持ちいい気持ちいい気持ちいいよ。あ、とどろけドリーム流れてますよ。エンブレムエンブレムある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 。はいはい、9個目。あー弱い。あー終わりですね。9つ全部で、全部で9つ終わりです。あらすで、今ゴー大事レインボーですよ。レインボー完璧で、これも買ってまおう、これも買ってまおう。バドミントンか、星2つ。さすがにちょっとね、欲張りすぎましたね。残念。うわ、やったやった、超やった。はい、これ8日目。変な入り方でしたね。そういうのもあると。あー、行きそうですね、対決。あー、これあれや、なんか行っちゃえないところ。まあ、多分京都でいう鴨川のあれなんですよ。あれ何やったっけな、これ確か
ベル7回以内に天国て天国確定なんだけど、でも今入った時がもうとっくに超えてたからな、近いからってことなんですかね。勝ちたいな。先連呼か。対決連呼勘弁しようぜ。ベル赤来い。ベル2回目くー、頼む倒せ。弱いな。で張って乗るよ。バドミントン欲しい。僕はあー赤当たってました。でうーんが来て、でよし、あるやろあるやろ、さすがによし来ましたね。はい、何色、さすがに青か。青でも一応ループある可能性はあるんで、さすがになしと。はい、行きます。ここのためけども、まだ鴨川みたいなところにおるんで、7つ以内で来るんかな。なんでそんな連続で来てたのに、ここでさあ。あーでしかも終わっちゃいましたね、さっきの。もったいねえなお、まだ何個かある感じですね、後ろに。で、これで12日目。あ、また行った。乗るよ。勝てへんな、全然勝てへんな。ないね、ナイスイチ。よーさ、倒した。何色？黄色。さっきの9回ループしたやつ黄色やったんでね、期待持っていきましょう。あかんわ。だあ、ループせえへんかった。ループせえやなんだわ。まあ、でもはい、15日目が終了で継続です。どうなる、チャンスアップはここでなしやけど、ここでチャンスアップ来た。はい、16日目多分このセットで、まくれます。はい、このベルで相当し超えました。
プラス4枚ですね今。ここから先全プラスなんで、頑張ってもっと伸ばしたいと思います。うわ帰ってくると思ってんかった。入った郷大臣。まだら結構期待も出るんじゃん。まだらの何調理実習が星3つ。何ご飯あ、これ共通ベル、優遇されてるベルですけども白やった今。あ、あれ、あ、これ多分価値観のリプレイでしょ。リーチベリープレイ、おい当たりましたね。でこれでボーナス、番長ボーナス、おめでとうございます。私人生初めてのボーナス、番長ボーナスですよ。間違って絶頂行かないですかね。行ってみましょう。行かず、はい、これ番長バランス、よかった。これが行きたかったんですよ僕は。これ行かんことには絶頂対決も行かへんのでね。はい、赤根が十分です。じゃあ轟で、どうしようか、押すボタンを押して、好きなところね、まあ、これでいいっすわ。はい、轟きでいきましょう一発目は。はい、ベル18個貯めました。でここが加算されて、まあ、おそらくあれいくでしょうね、対決には。巻き戻し、チャッピー。早い。ああ、おめでとうございます。どうや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 。勝て。ヤオさん、めっちゃうまかった。何色？赤。うん、青。残念。でもいいでもいいでもいい。ああ、まだまだありません。まだ。あ。しかもこれ番長2の番長2の頂の音楽流れてます。まあ、それが何の意味なのかちょっとよくわからないですけども、まあ多分複数個乗ってるよっていうことのお知らせだと思います。あー、しかも郷大臣まだ行った。えらいこっちゃえらいこっちゃ。で乗るよ。変更。あ、星4つですよ。期待も出ますね。行きたい。しかもこれいったやろこんなん。倒しましたね。また番長ファース1回当てたら一瞬ですね。2回目くんの。はい、行きましょう。絶頂来い。絶頂はなし。番長ファースですね。完璧、流れが今完璧です。はい、赤7。はい、じゃあ次ちょっとカオル先生行ってみます。あ、ごめんなさい、カオル先生と押してもうた。驚きでもう一回行きます。うわー、もったいない。全然ベル
全然ベル来へんかった。最悪やな。はい、ということで合計9個のベル。はい、行きましょう。対決に発展、誰さっき、ね、バスケットボールは一番機械度高いやつですね。あーやばい、いやー負けた、マジか。ベルヒートガンとあかんねえな、やっぱりな。あ、対決発展しますね、多分。よし、え、あ、今を初めて見ましたね、今を。勝利ディッシュは、もうだいぶですね、一番合わせ。ただでもこれ別に何も確定でも何でもないので、ベルはヒートガンとあかんんですよ。そうか、とりあえず、あー、これ大チャンス。ここでレア攻略、あー、これ多分リーチ目リプレイで、あ、赤や赤や、ルーブ付きや、いきます。よし、はい、2個目、3個目、終わったか。あー、おい、いった。はい、4個目、まだ勢いが、いった。あー、終わった。はい、4つでしたね。まあ、多分70何パーのやつだと思う。まあこんなもんでしょう。さっきのやりすぎ、これとりあえず4つ、4セット上乗せなんで相当でしょう。ああ、しまった。チャンスアップなし、もうちょっと把握してないからちょっと怖いですね。すみません、ちょっと今飛ばしちゃいましたけど、もう獲得が大体2400枚ぐらいですね。で、もうほぼほぼプラス1000枚で、21年間結構頑張れたんじゃないかなと。で、一応なんかこれもう引き戻しがあるみたいなんで、ちょっと様子見ましょう。で、まあ現状今さらっと回ったんですけど、結局ねもうちょっと打てる台もないん で、せっかくまくったし綺麗に、で、僕ちょっとここから移動、あの鹿児島県行かんとあかんので、まあ移動の時間ということもあって、今日はここで、おしまいとさせてもらおうかと思うんですけど、よろしいです？いいですかめちゃ口とがらせながらしゃあないわみたいな感じで言うやんちょ、移動やしゃあないですよ、でしょ。え、もう尺的にも十分でしょ。あ、もうこれしまい。別にね、遅くまでやらんとあかんルールもないし、必死に勝ったね、必死に立ち回って必死に勝ちましたということで、ちゃんちゃん終わり。はい、ありがとうございます。はい、というわけでこちら、1450枚に対して2078枚の回収となりました。大勝利です。はい、実戦の方終了いたしました。またちょっと明るいですけどね、まあ移動はしゃあないですからね、こればっかりは。え、ちゃいます？まあそうですねめっちゃ納得いってただでも今後も東京帰らなきゃいけないから、あんまり
ってことですよね。まあまあまあ、いやそういうことじゃなくて、いや綺麗にまくったんでしょ、俺はいいんじゃないかなって思うんですけど、だからまだいつも言いますけど、その必死の謎の定義ですよね。そう、人それぞれでまちまちで、あ、まあ確かに、そう、あの上野は金突っ込むことが必死やっつって、なんかサンドにお金を入れることに必死さを見出してて、でその初代のディレクターの人はあの長時間やっぱりこう価値をさらに増やすとか、そういう姿勢をっていう、まあ、一番まともなこと言うてはりましたよね。であなたは何すか、そのただ長い時間ホールにいといてほしいみたいな。いやいや、そういうわけじゃないんですよ。まあやっぱな、まあ、僕も初代派というか初代派、はい、初代派やけど、ちょっと初代よりもこうちょっとふわっとしてる、ふわっとはしてますけど、はい、まあまあまあ定義も、そう、僕もちょっと難しいですけど、まあやっぱり長くいた方がいいんじゃないかなっていう気はして、いやまあ、いやでも入れる時は全然いますよ、なんぼでも。いやもうほんま全然なんぼでも、そう、剣とか全然いいんでしょ。いいですよ、全然。いや全然なんぼでもやりますけども、ちょっと今日は残念ながら鹿児島の方に行かないといけないということで、まあ、ちょっとこの明るい感じ で、まあ、今日の結果なんですけども、総投資が1450枚、結構行きましたね。ちょっとほんまにしんどかった。ちょほんまにね、番長3もう二度と歌うどこかなって思ったんですけど、ところがどっこいでしたね、総回収が2078枚と、結構はプラスに出るんですね、新基準期って。そうですね、結局何年でしたか、ね、21連か22連かなんかそんな感じでしたね。で今回握手の人数なんですけども、まあ、初めて来るホールさんやし、で必死のバチもね、散々ずっと前のホールでもう根付いてたから、まあ、来はるんかいな思ってたら、まあ、なんとか平日ですけど10人の方、お越しくださいました、ありがとうございました。ってことは5000円ですね、ください、あげます、ください。今持ってないです後で私はすいません、それはすいません。なるほどね、僕はもう主戦闘みたいになったわけですね、はいはい、まあまあでももしすいません、こっちが、いや分かりました。いやでもなんか今日良かったですね、はい、なんかまた距離がすげえ縮まった感が、そうですね、最初ちょっといろ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 ありましたね、いろいろあったね、ドタバタ劇があったんで、もうほんまになんかちょっと距離も縮まったということで、また次回からね、新生必死のパッチ、どうぞお付き合いください。それでは今日はありがとうございました。また次週になるのかな、次次週ですね、多分日本割りなんですからね、はい、次次週お会いしましょう、さよなら。うわすげえ、なんだ俺、試合中に何でスマホなんか見てんだ。別に見てもいいじゃねえかよ、てめえどうせエッチな動画でも見てたんだろ。もっと今見てんだよ。おるさまが俺の稼いよ、やめろやめろ。ああ、これは今超便利だって噂のジャンバリドット TV 新着アプリじゃねえか。人物タブを利用して好きなメンバーの情報だけを見ることができるんだってな。さらにスワイプ機能搭載によりページ移動が簡単スムーズなんだって。それにプッシュ通知機能でジャンバリからの大切な情報をお知らせしてくれるって話じゃねえか。俺のスマホにもこのアプリを入れやがれ。分かったから話してくれ。